メンバーシップがね始まりまして、うん、あのこちらだとあの高画質でなんと有金帳を見たりすることもできたりするようですよ。うわーうわこれを高画質でみんな見られるんだよ世界一謎の時間だっただろお母さん2人とも今手にかけて2人とも同じ人そうなんですね。これ高画質で見たい。みんな大丈夫大丈夫見てということで、じゃあ癒しの時間をお届けしていきましょうよそうですね、届けていきましょう。やってまいりましょう。続いては次回のゲストへの一問一答を考えて、はい、ゲストの答えを予想する YGQ 作戦会議のコーナーをやりたいと思います。はい、まず次回のゲストを発表したいと思います、うん、次回のゲストさんは菅野舞さんです。菅野ちゃん、菅野ちゃんだ。みんな大好きチームマウス今日めっちゃ言わないっていうなんかあった何にも確かに今日めちゃくちゃ絆を押してくるやん。なんかその、うん、打ち合わせの時から言ってますもんね。まあ私たちのねチームマウスの力にかかればすぐ覚えられますよね。チームなの一致団結感一致団結一致団結そんなないそんなないですよね。そんなないですよね。もうやだカンマちゃんは本当可愛いですよね。可愛いですね。とにかく可愛い。あと笑顔が素敵で、うん、あのいつもちょっとファッて会った時にもすごい笑顔で挨拶してくださる。そうだね、もう一瞬で元気になっちゃうみたいな。ちっちゃいしね、可愛いのよね。可愛い。抱きしめたくなる。わかります。がありますが、うんうん、プライベートに迫りたいですね。あ、迫っていきましょう、うん。結構プライベートじゃないですか。寝る前に何するのとかは確かに。ね。うん。聞いていきましょう。聞いていきましょう。うんうん、お風呂で一番最初に洗うとこが聞きたいけど、うん、みんなに教えたくないから、うん、裏でこっそり聞くとして。こっそり聞いちゃう。そうね。こっそり聞いちゃうよ。みんなには内緒。内緒よ。こっそり聞いちゃうよ。あ、でもその下も気になりますけどね。寝る体勢は？あ、すごい。夜の質問が多い。うん、いいの？なんで大丈夫なのいいの？この質問この番組来る前に送られてきたらびっくりしちゃう先輩たち何を、うん、すごく夜の質問してくる。夜の質問ダメだ。何か方向転換しましょう。あ、そうか。ホラー系は平気とか夜で固めてこと本当だ。これ食べてみたいもの、食べてみたいもの、こうやってつまり食べたことないもので、うん、食べてみたいなと思ってるものが聞けるんじゃないかと。お、聞こうじゃないか。そう、それを食べに行こうじゃないか。おぉいけるプライベートでいいのなんで今日変態チックになっちゃうんだろうなんでなんだろうなんでなんだろう、どうしてなんだろう。いつもこんなんじゃないのにそう ピュアな癒される放送にするって言ったのに広くなってるよ本当だ。なんでなんでおかしい。あ、うん、架空のキャラクターを現実世界に呼ぶなら誰って、なんか面白そう。いいですね、うん、聞いてみましょう。聞いてみましょう。これで癖がわかりますわ。なんなのいいですね